はい、どうもカリエです。ディバゲーと弾丸論破のコラボが再びやってきましたね。結構久々ですね。1年ぶりぐらいですかね。で、今回結構2かな、2のあのキャラクターが結構、星6ユニットとしてかなり増えてきたみたいなんですけども、あと再生シンクもねちょっと増えてるんですけども、まあ今回はスクラッチガンガンやっていこうかなと思ってます。星6ですね。全部星6で追加されたのか。2のキャラクターは全部星6になるのかな。このニューって書いてるのが、今回追加されたユニットたちなんですけども、まあ駒枝なぎとで田中ガンダムで積み木みかんと、その上があれか三尾田いぶきかですね。この4人が一応、増えまして、で今回前半で2アップしてるのが田中ガンダムと、前回のコラボした時に追加された、日向はじめかが、追加じゃない、2アップしておりますね。あとはまあ通常通り出る感じなんですけど、星6こんだけいるから割と出やすいのかなっていう印象なんですが、まあ一応狙いとしては駒枝なぎと、狙っていきたいと思います。1パネだからね、風パネル1パネ全体攻撃持ってたから、まあ割と欲しいなと思っております。いきましょう。ちょっと単発かどうか悩んだんだけどね、ちょっとあの前回のコラボのこのそばコラボかで結構ね爆死というほどではないけど、まあ結構の数引いたからね、ちょっと抵抗があるんですが、とりあえずまあこのチップ枚数分は9連引いていこうかなと思います。二次率まあこんなもんか。3つか。まあ1のキャラクター、あーさっきこっちが出た、これが積み木さんか。闇属性ですね。今回新しく出てきた、ですね、2のキャラクターかな。はい、味方の闇属性ユニットまたは人間属ユニットのヒットポイント 2.5 倍、攻撃力2倍。まあ これだけ見たらまあそんなに倍率よくはないんだけど、まあさらに全属性の敵から受けるダメージ 10% 減らすので、まあどっちかっていうと防御型の感じなのかな。サブの方がいいかもしれないですね。でこれ新しいですね、3ターンの間敵から受ける光と闇と無属性のダメージを 100% 減らす。結構属性に対しての防御っていうのは初めてですね。で、闇2枚で 10% 回復と、ブーストに入れるとさらに 5% 回復。で、ノーマルスキル2が、風、炎、水、無で、風属性の、超絶大ダメージと、特性で毒状態の敵が入れたら、極大ダメージのクリティカル率がプラス 90% なんで、まあ 100% クリティカル率入る感じですね、特性だと。打って変わってノーマルスキルにの火力やべえな。ね。で、リンクパシがリンクシールドヒューマン2、人間族から受けるダメージ 4% 減らすか。なるほどね。うん、まあ進化はないですね。このまま使えるっていう感じでございます。いいですね。まあ、なんか結構特徴的な感じのアクティブスキルと思っておりますね。さあ、あと一体虹なんでしょうか。新規。あ、ナナミ。マジであんだけ苦労して取ったユニット、パッと出てきやがったな。ね、一回リベンジまでやったからな、こいつに関しては。しかも、ナナミって後半アップじゃなかったっけ？前半じゃなくて後半にアップしてるユニットで、うーわ、なぜ？なぜ？でもまあ星6割と出やすいのかな。どうなんでしょうね。もう一回いきましょうか、9連ね。まあ今回はあんまり深追いせずにある程度引けたら OK かなと思ってるんですけども、まあ一番目的はやっぱりさっき言った駒枝君が出てきてくれると嬉しいなっていう感じなんですけど、うーわセンターレインボー。さあどうでしょう。またか。かぶった、早くもかぶったな。今んとこ新規は積み木さんしか出てないな。田中ガンダム超絶さかける2アップしてんじゃないの。いきます、3回目の9連。
いやーあーうおL 字の虹ですね。あーキリギリさん出た。まあまあ再生進化できるからね。やったやったまあ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 って感じですね。あと2回ぐらい行こうかな、とりあえず。新規出ねえな、かぶってばっかりだ。さあ4回目の9連でございます。2個、3個欲しいな。4つ、おし、まあ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 いい感じじゃない。あ、そっか、トガミも虹だったんだ。そっか、結構出てくんな、結構出てくんな、トガミくん。あーやばい、あーやばい嘘だ、4回目最悪やん、マジか。新規1体結構きついな。新規 2,3 体欲しかったところなんだけどな。3体ってもうほとんど取ってんじゃないか2体は欲しい。もう、うわー、これリアだな。このまま終わりたくねえな。9連。あまずい。いやー、これは出ないでしょう。ちょっとやべえな。まずい。まずい。そうか、ちょっと追加しよう。あ、待って、ちょっとその前にあれかな、ちょっと単発引いてみようかな。 2,3 回ちょっと単発引いていい。ちょっと1回2回ぐらい引こう。ほ、惜しいよ。いや、これで当たり出たらもういいよ。あ、そっか、でも単発引いても金の確率も全然あるんだよな。右、はい、とりあえずあと1体くらい新規出たらちょっと終わろうかなと思います。あと2回9連いこうか、とりあえずね。9連、いや、お願いします。ちゃー、虹率悪る、参ったなー。これどうだろう、どう出る。戸上しか出ないんだけど、さっきからやっべ、なんで最初の方こんなに出なかったじゃねえかよ。いや、もういいよ、トガミもういいよ。もうトガミいいよ。いや、2個かよ。いや、もういいんだよな。そこもいいんだよな。まあ、マジで。ちょっと待ってくれ。はい、ちょっと時間を置いて再起動してきました。いや、そんなで変わるかな。どうなんだろうか。まあ、でも、あと1回もしくは2回行こうかなと思います。いや、もうほんとラストね、これで。さあどうでしょうか。水3つ、なんかもう1体ぐらい欲しいんだけどな。積み木さんしか出ないんだけど、さっきから。いや、参ったねこれ。いや、もう出ないなこれマジで。ほんとラストしますわこれで。もう無理だ。こんな手こずると思わなかった。ラストです、3つ、これで本当にラスト。本当は狛江だが、あー、よかった。まあ1点ルビーてか、誰だっけ、妙田伊吹だ、うん、光属性。まあまあこれでもうよしとしようか。でもこの子めっちゃ強いよね。光属性または人間族のヒットポイント3倍、攻撃力が 2.5 倍で、光属性、光闇無のノーマルスキルが全て成立しただけ 1.8 倍か。あ、結構、火力出ますね。いいじゃん。手札の左から2枚が闇パネル、右から2枚が光パネルになる。で、ノーマルスキル1が光2枚で特定ダメージ。で、ノーマルスキル2が無光闇で超絶大ダメージですね。無属性の超絶大ダメージか。おぉ。このパネルはあれだね、あのマクセルとかと結構相性良さそうですね。あとギルガメッシュとかか、うん、あのフェイトコラボのギルガメッシュですね、英雄王。で、さらに手札の右から3枚が無闇光パネルに変換される、変換か。おお、なるほどね。
はい、でリンクパネルダウンフロント、これいいですね。炎水風の出現率 13% 下げる、いいですね。いやーよかった、もう最後に新規これでもう満足ですわもう、まあ、小前田くん出なかったけど諦めちゃいましょうか。もうさすがに出ないでしょこの虹じゃ、うん、ですよね。はい、ということで、まさか、え、でも超絶かける2アップしてる田中ガンダム出なかったなはい、まあ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 出ませんでしたけども、まあ言っても星6だからな、まあ、そら出ないか、かなり手こずりましたが、これで終わりたいと思います。弾丸論破コラボスクラッチの動画以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れさんです。バイバイ。